株式会社三聖堂は日本の出版社である。辞典、辞典、六方、教科書などの出版で知られる。本社は JR 水道橋駅と神田川に挟まれたエリアにある。この場所はかつて自社印刷工場の倉庫として使われていた場所であった。創業者の亀井田高津1881年、旧旗元の一族である亀井田高津により、 古書店三省堂書店として創業され、出版事業には1884年に進出。当初より辞書、辞典、教科書、地図などの出版や教材の販売など、教育、学術分野を事業の中心とした。当時、辞書出版の分野でライバルとも言えた。不参謀は大型で専門家向けの辞書が多かったが、三省堂はどちらかといえば小型でも、 実用的な辞書に力を入れ、そのために1889年には辞書印刷工場を開設し、後に専用活字も制作した。1915年に個人経営だった三政堂書店の出版、製造部門が株式会社三政堂として独立、法人化する。その後、1974年の辞書、低価シールバリ事件から、 出版業界最大の負債50億円を抱え、倒産。これを機会に、創業者一族が、三成堂の経営から離れ、直接の資本関係もなくなった。三成堂書店は現在でも、創業者一族の経営である。製造部門は1981年、三成堂印刷として、独立、法人化された。三成堂印刷は、八王子市の本社工場で、組版。 印刷、製本の一貫製造を行っている。これは、分業体制の確立した印刷、製本業界で、特に上製本のラインでは珍しい。また、三聖堂は、戦前から、社外の印刷物を受注しているが、戦後になってから受注するようになった、日本聖書協会の聖書は、大半を三聖堂印刷で印刷、製本するまでになった。近年は、辞典。 辞典、六方、教科書、参考書、一般書などを出版。特に、広市辞林や、明海、コンサイスクラウンなどを関する辞典では、一時代を築いたと言えるほど、代表的な辞書となっている。国語、英語の文部科学省検定済み教科書でも知られるが、現在は、かつてのような教育委員会での高い採択率では、なくなっている。明海国語辞典改訂版国語辞典として、 国内最大の販売数量を誇る新名会国語辞典は日本語の語釈や用例がユニークかつストレートなことで有名で根強いファンがいる。これは編集士官の山田忠夫がほとんど独力で編纂しており彼の思想が色濃く現れている。ただし前身の名会国語辞典は憲法秀俊が編者でありこの段階では山田は協力者であった。その後 憲法は三聖堂国語辞典の弊社に山田が新明会国語辞典の主観にそれぞれなった。どちらも明海国語辞典を元にしているが改定が進むにつれて性格の違いがはっきりわかるようになった。新明会国語辞典は重要な語であれば古くとも残し、必要であれば語尺を長くするのも躊躇しない。 それに対して、三世堂国語辞典は、いわばアグレッシブであり、積極的に信号を入れ、語尺は本質をついた、簡潔な表現とする。一冊ものとしては、大型の日本語辞典として、公辞縁と史上を争う、大辞林は、徹底した、現代日本語中心主義で支持を得ている。現代語、カタカナ語が豊富なことはもちろん、語尺の記述も、原則的に現代語を先に、 古語を後に記述している。しかし、古典、方言などは、工事園が優勢である。現在では、すっかり影が薄くなってしまった、中型国語辞典に。しかし、戦前に発行された、広志辞典は、全国のほとんどの中学生が使っていたというほど、ヒットした、国語辞典で、現在でも古書店で簡単に入手できるほどである。金沢は日本語と、朝鮮語の比較研究を行い、 日韓両国語同系論などを発表したため、日韓併合の推進者にたびたび利用されることとなった。作家の三島幸夫は少年時代から広志辞輪を愛用しており、ボロボロになるまで使用した。工事園も併用したが、使い慣れた広志辞輪が一番だと述べている。明治、大正、昭和と長期にわたって小型英和辞典の代表として親しまれたコンサイス英和辞典は、 店頭ではあまり見かけなくなった。これは、機場で常用する実点としては、グランドコンサイスのような中時点クラスが逆に携帯用であれば、小型のデイリーコンサイスが好まれるようになり、コンサイスが中途半端となったためと思われる。つまり、多くの中高生、大学生が複数の辞書を持ち、それを使い分けることが容易な価格になったのである。実際、 物価上昇を考えると辞書は明らかに安価となり、廃線直後、巻きタバコの巻紙の代用品として民間で多用された。比較的大型の英和辞典としては、以前はカレッジクラウン英和辞典や新明会英和中辞典があった。どちらも評判は悪くなかったが、長らく改定されず、そのまま在庫切れとなった。その間、研究者のリーダーズ英和辞典がヒットするなど、 読者の大型思考が明らかになり、再度、大型の英和辞典が投入された。グランドコンサイス英和辞典である。最近では、ウィズダム英和辞典が、三成堂独自のコーパスを構築した上で編纂され2003年に発売されたが、2006年秋に改定、ウェブと同時に使うことのできる、デュアルディクショナリーとして発表され、同じブランド名を持つ、ウィズダム和英辞典も刊行された。 2007年4月から、デュアルディクショナリーから、ウィズダムへは和英の妖霊をコーパスとする妖霊コーパスが無料公開されている。現在では、百科事典の版元として、平凡者や学習研究者が著名だが、日本独自の百科事典は、大熊茂信が編纂し、三省堂から観光された日本百科大辞典が最初だった。優れた百科事典の観光は、 その国の文化のバロメーターと言われるほど重要なことであったため、それを祝う発刊披露演誘会が開かれた。この演誘会には渋沢栄一など、政財界からも多くの出席があった。なお、出版費用があまりに多額であったため、資金不足から賛成堂は倒産してしまうが、支援者に恵まれて、再建、全10巻の観光を果たした。また、 1937年に刊行された婦人家庭百科辞典も戦前の代表的百科の一つだ。現在、畜麻書房より文庫として復刻されている。時代別国語大辞典三聖堂は三聖堂書店の出版・印刷部門が1915年に独立したもの。現在は直接の資本関係はない。だが、以前は共同で設立した三聖堂企画があり、 主に贈答品、記念品といった用途に三成堂の辞典に内入れしたものやオリジナルの辞典、辞典を制作していた。また、三成堂書店の出版社会社である、総営社が三成堂印刷に印刷、製本を発注することがあるほか、憲法の三成堂健康保険組合を共同で運用していた。AB3 衝堂書店会社情報、三成堂書店の歩み、 三島幸夫ザウの辞書。決定版、三島幸夫全集第30巻、評論6に初集。現在は、出版憲法。ありがとうございます。